ペダースクラム級フリゲートは、デンマーク海軍が運用していたフリゲートの艦級。1960年代後半より2隻が収益し、同国海軍の洋上兵力の中核として活躍したが、老朽化からいずれも1987年に予備役編入された。近代化改装後のペダースクラム。本級の船体形状は、平ら乾板型船体である。 強く傾斜したクリッパー型艦首から視野の強い首視パン上に主砲としてマーク385インチ38後継連装両用砲を中心線上に背負い式に2機その後方に近代的な箱型環境の天井を基部として短脚式の全部マストが立つ船体中央部に2本煙突が立ちその周囲は関西堤置き場となっており2番煙突の前側に立つ 短脚式の後部マストを基部とするクレー日記により運用された。左右減速上には対艦対潜水艦用に53.3センチメートル連装魚雷発射艦が片元一機ずつ、計二機が配置された。近接対空用に40ミリメートル70、後継炭素機関砲防水カバーのついた炭素砲がで2番煙突と後部甲板状に一機ずつ。 計四機を配置した。竣工後の1976年から1978年にかけて近代化改装が行われた。艦首の二番砲塔が撤去され、代わりに、ハープーン艦隊艦ミサイルの四連装発射塔を、減速方向に向けて二機を設置した。また、後部艦板上にもシースパロー股艦防空ミサイルの八連装発射機を、艦尾側に一機設置し、マーク。 91ミサイル射撃式装置も搭載された。1982年にヘルル・ーフトロルは、機関部の火災により深刻なダメージを受け、1983年まで修理を受けた。2隻とも1987年に、予備役となり1990年代に除籍された。ウィキメディアコモンズには、ペダースクラム級フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。